ご乗車くださいましてありがとうございます。快速の2045岡山駅です。境で大阪茶屋町長谷の終点岡山の順に止まります。終点岡山は17時3分の到着です。全席マイナビ4号2号車から5号車です。1号車はグリーン席の複数全席です。1号車ご利用のお客様にご案内いたします。この列車の発車30分前までに整備券をお買い求めのお客様につきましては切符の配信を行っておりません。この列車の発車30分以内に整備券をお買い求めのお客様、席をお買い求めのお客様につきましては切符を配信させていただきますので、あらかじめご了承ください。次は境目です。16時24分の到着です。
ください。マリンライナー46号岡山駅で境出の次は小島に止まります。まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。岡山駅では閉まります。
ました。小島に行きます。堀口は左側2番5番到着です。逆のはお足元にご注意ください。普通電車の岡山駅、上野町、日比、豊松、茶屋町の順に止まります。普通列車の岡山駅は、隣1番乗り場から16時55分の発車です。小島へ先の乗務員は JR 四国をご案内いたします。どうも JR 四国をご利用くださいました。ありがとうございました。小島の次は茶屋町に止まります。音声ボードなさいませんようご注意ください。終点の岡山までご案内いたします。まもなく発車いたします。
ドアから手を離してお待ちください。南那須線は乗り換えです。
岡山に着きますと、補助椅子は自動的にロックされ、収納されます。
カバンや衣類、また携帯電話など挟まれないようお気をつけください。アドレスは自動的にロックされ、収納されますのでお気をつけください。皆様ありがとうございましてありがとうございました。温泉物の挟まれないようお確かめください。終点の岡山に着きます。Sure.